どうも、佐々木朝日のビログチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、薬局でいろいろ買い物をしたので、今日買ったものをダラダラとご紹介していこうと思います。今回は簡単に紹介する形になってしまうと思うんですけれども、使ってみていいなと思うものはまた改めて動画にしようかなっていうふうに思っています。では早速いきますよ。まず最初、こちら。ビセイのアイメイクブラッシュセット、限定の、ブラッシュセットになりますね。2000円だったかしら。なんかツイッターのコメントでもいいですよみたいな感じで言ってたので、どんなものなんだろうと思って、まずビセイって書いてあるケースですね。ここにブラシが刺せれるやつで、このちょっと短めのブラシなので、それのサイズに合わせたやや小さめのブラシ入れになってますね。で、ブラシはこの3つ、全部アイメイクにフォーカスしたブラシになっています。まず1つ目、一番大きめのブラシ、ちょっとカーブが入っている、ブラシになってますね。全然チクチクしないですね。普通に使える。これなんかノーズシャドウとかに使ってもこのカーブが効いてるのでいいと思いますし、あとはこのカーブを生かしてこっちの先だけ使ってちょん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 って乗っけたりとか、使いやすそうなブラシですね。そして2つ目、ちょっと小さめのブレンディングブラシです。上から見るとまん丸い形になってるやつ。こういうのね、1本あるとかなりね、綺麗にね、ブレンドできる。これはね、少しチクチクするかも。なんかやっぱり毛が密集してて短いから、ツンツンしてる感じはあるけど、でもまあ優しく使えば全然大丈夫かな。こういう下まぶたとかにも塗れるし、目尻側に締め入れを入れてもいいと思うし、それをぼかすにも使えるし、あとハイライトとかこういうところ、かなりこうコンパクトなので小回りが効くブラシだと思いますね。そして最後3つ目、アイズ&アイブロウズブラシです。平たいこういう形のブラシになっています。名前の通り眉毛にも使えるし、こういう下まぶただったりとかにも、あとはアイラインをぼかしたりするのにもこの細さだと使いやすそうですね。あまりね、大きいブラシよりもね、こういう小さいブラシでちょっとずつやる方が私は好きなので、良さげですね。そして続いて、こちら、資生堂のアイラッシュカーラーです。今まで私シュウウエムラの、ビューラー使ってたんですけれども、前にね、借りた時に、友達の借りた時にすごいね、このフィット感がやっぱ良かったんですよね。ビューラーって何だろう、精度がいいとか何々がいいとかっていうよりも、やっぱり人によってこの目のカーブが違うので、それに合ったものを探して使うのが一番よくいいと思ってて、でこの目尻とか目頭側って一番このつかみにくいじゃない、あんまりそこごまかしてやったりとかしてたんですけども、でシュウのビューラーと比べると気持ち、資生堂の方がカーブが浅い気がする。でもほぼほぼなんか一緒、もっとなんか違いあるのかなと思ったら結構一緒ですね。ただね、このね、クッション、ここのゴムのところのなんかクッション感がね、違う。シューの方が硬くて深く沈む感じで、こっちはなんかもっとね、安っぽいの。なんか動き的には安っぽくって、ここのゴムの部分もなんか平べったい感じの質感なんだけれども、まつげのカーブもね、やっぱこの深く入るだけ決まるのかもしれない。こっちの方が何度もこうカチャ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 今までやってたから、結構一発でもまつげが上がるのが資生堂の方かなっていう印象ですね。続いてまたビセイのカラーインパクトジェルライナーっていう、これも期間限定のアイラインになっていて、ウィンターオーキッドっていうパープルがね、すごい綺麗なカラーだったので一目惚れして買ってしまいました。わかりますかね、ちょっとねシマーな感じの、アイラインになっていて、グレーパープルっぽいカラーですね。ビセのアイライナー自体初めてなんですけれども、ここにはウォータープルーフタイプというふうに書いてあります。濃密発色アイライナー、美容液成分入り、まるでジェルのような柔らかさ。確かに柔らかい感じです。こんな感じ、乾くとなかなか取れにくい感じに
なってそうですね。なんかすごい冬っぽくっていいなっていうふうに思って、で色もそんなにがっつり濃くはない色なので、なんかすごい柔らかい感じの仕上がりにしたい時にいいかなって思って買いました。救急車が鳴っている。そして続いて、マキアージュのエッセンスグラマラスルージュネオっていう、これもアットコスメの1位だったやつですね。あの総合1位だったやつだと思います。お色は RD312 番にしていました。結構シンプルでナチュラルな色味が全体的に多かった印象ですね。なんか OL さんとかがつけれるようなやつなのかなっていう感じ。その中でもね、少しあの色はついている方です。こんな感じのコーラル系のカラーになっています。すごい使いやすそうな色でしょ。で今もつけている色になります。でこれで見てもね、わかると思うんだけど、こうピタッとこうシールが貼ってあるように見えると思うんだけど、ほんとね、あの表面の縦じわだったりとかを消してくれるぐらいつるんとした、唇に見せてくれます。グロスをつけているかのような輝きをしてくれるし、結構ね落ちないですね。持ちもいいです。でベトベトもしないし、ずっとツヤツヤしてくれています。さすがトップに君臨しただけあるリップなのかなっていう感じですね。でちょっとこのキラキラとしたラメ感が入っているので、落ちかけてきた時のこのラメが口に当たる感じっていうのはちょっと気になりますけども、でも一瞬で気に入りましたね。なんか女子力高くなった感じがする、このプルンツヤン唇にしただけで。なんかデートとかあったらつけていきたいなっていうふうに思うし、あと合コンとか、メンズがいるところにはかなり目を引く唇にしてくれてるんじゃないかなっていうふうには思います。続いてこちらまたビセなんですけども、リップ&チーククリーム、これもボーチェだったりとかでプチプラ部門で1位になってたやつですね。ベストコスメで上位に入ってたやつはなるべく買うようにしていて、試したいなと思っているんですけれども、でこれもそれです。で RD1 番っていう、かなり赤っていう感じのクリームですね。でこれはちょっととプレゼントしたいので開けないんですけども、その前に私これ買ってるんですね。これは、PK2 番っていう、もうちょっとピンク、こちらが赤っていうならこちらはもっと青みのピンクっていう感じのやつで、こっちはね何度か使ってます。結構いいですよ。あの本当にポンポンポンってやってチークは結構ついた、使えるし、でリップも実は今日はねこれを下につけてこれつけてるんですね。そうそういう使い方もできるし、前も言った通り、眉毛の、ベースに仕込ませといてやると少し赤みのある眉毛になって、なんか垢抜けた感が出てねいいと思います。どう、ちょっとぼかすと結構馴染んでくるんですよね。はいっていう感じ。続いてなんかもうビセばっかり買ってるんだけども、これあのこの前紹介したビセのマットネイルズのこのラベンダーカラーですね。今のやってるやつをご紹介したかと思うんですけども、これはあのベースです。マットタイプのベースを購入してみました。で、あのアットコスメとかのレビューでもある通り、マットネイルなんだけども、結構ね、あの時間経つとツヤが出てきます。マットじゃなくなってくる。それは書いてある通りでしたね。ただなんかネイルが剥げやすいっていう風にも書いてあったんだけども、それはそんなことなかった。ちゃんとベース、ベースコートだっけ、ベースコートを塗っておけば、そんなに取れないです。髪の毛洗ったりとかしてもまあちょこっと取れてはいるけども、そこまで取れる印象はなかったです。とにかくマットじゃなくなるのは確か。トップコートがね、実際どうなるかはまだ試してないので、これも様子見てみたいと思います。そして最後にこちら、モテマスカラのロングですね。最近超人気ですよね。5種類ぐらい出てますでしょ。で出てますでしょ。であのロングタイプ一番人気のやつだと思います。パッケージはこんな感じのピンクですごい可愛い感じになっていますね。でまだねあんまり使ってないから、ちょっとこれも改めてまたレビューしたいなっていうふうに思うんですけれども、とにかく周りの評判がいいかったから使ってみたいなっていうふうに思って買ってみました。でこれねマイナスイオンを発してるらしいんですね。面白いよね。でマイナスイオンが半径20センチだったかなに発してるから、もうここら辺がまるで
滝の前にいるような、滝ってマイナスイオン発してるっていうじゃない、だからすごい気持ちいい気分になったりとかするみたいに言うけど、そんな感じでもう滝の近くにいるような、顔面だけ滝の近くにいるような感じになる、リラックス効果もあるのかな、それはちょっとわかんないけども、目がパッチリしたりとか、あと血行張りだったりとか、そういうのもねなんか良くなる、あのマスカラつけるだけで美容効果があるっていう、ものすごいやつらしいので、ちょっと楽しみです、これ楽しみで使ってみたいと思います。ということで、ざっくりではございますが、購入品をご紹介いたしました。本当はもっとね一個一個掘り下げてやりたかったんだけども、それはまた改めてやりたいと思います。今日はとにかくね買ったものを紹介したいなと思ったので動画作りました。最近みんなが買ったものなんでしょうか、ぜひコメントで教えてください。それではまた明日、じゃあね、最近いつも遅い投稿でごめんね、バイバイ、また明日。